住宅の庭では無数の大粒のひょうが跳ね上がる様子も。水たまりに激しく打ちつけ、コンクリートでは粉々に砕け散っています。丹精込めて作っていた家庭菜園の野菜は氷が直撃し傷がついてしまったといいます。昨日も帰宅時間帯に急変した空模様、大粒の氷が各地に被害をもたらしました。この影響で道路が冠水、水しぶきを上げながら走る車、歩道にも水が押し寄せています。おととい82年ぶりに観測史上最も遅い猛暑日を記録した東京。今日も最高気温が36度予想となっていて、猛暑日の記録が更新される可能性も。また明日から始まる3連休は秋雨前線の影響で大雨の恐れも出てきています。異常な暑さはいつ収束するのか、そして本格的な秋はいつ来るのでしょうか。はい、9月も終わりに近づこうというところ、秋いつなのか心配なんですが、今日解説いただくのは気象防災キャスターの天達武史さんです。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたします。残暑厳しくてまだまだ暑いなという日が続いています。まだ猛暑って言ってるよねテレビ。そうなんですよ。いや本当はもう残暑も終わる頃なんですけど、ね、猛暑いつまで続くんだなんて言ってますよね。そうですね、ここに来てあの9月の最高気温を更新しちゃってるんですよ、うん、ですよね。今日また暑くなるんでしょ、うん、はい、今日はもうすでに暑くなってます、うん、30度超えてます。そうなんだ、はい、もう集中的なホームランも大谷さん打ってるし。本当ですね、うん、このその通りですね。51になりましたから、はい、3打席連続ホームラン、すごいとんでもないことが起きているんですが、ですけども、まずはちょっとね、お天気の方いきましょう。秋はいつ来るのかということで、これから迎える3連休の天気も含めて見ていこうと思います。まず今あった猛暑日、これ猛暑日というのは改めてですが35度以上の日を指します、はい、でこれまで最も遅かったこの猛暑日というのが、実は東京では1942年の9月12日だったんですが、今年最も遅い猛暑日というものを記録してしまいました。それがおととい9月18日、はい、これ82年ぶりに記録更新ということになったんですが、今谷原さんと天達さんの話にもあったように、今日もこれ最高気温でいうと36度予想ですから、猛暑日をさらにここから2日間また更新するんじゃないかというふうにも言われています。あります、ありますね。そんな中で九州福岡の太宰府、9月の歴代最高気温ランキングというものがありますが、谷原さん何か後ろにありましたか。いや今日いつここ開くのかなと思って。あ、ごめんなさい、今日はね開くことなく天達さんここにいますんで。あ、そういうこと、そういうことなんですね。あ、そうなの。今日ここ誰もいません。はい、失礼しました。そっか、はい、坂田さん、これちょっとあの残暑といいますか猛暑まだまだ厳しいですけども、昨日ほら八王子の方、多摩の方でもってすごく氷が降ったりとか、本当地表は暑いし、上空はちょっと冷たい空気が入ってきてるで、すごい天気荒れてますよね。なんか夏に意外と氷降るイメージもあるっちゃあるんですけど、うんうん、まあ、こうああいうので特に映像であった車とかボコボコになってるじゃないですか。いや保険とか大丈夫なのかなっていうのが、保険は効くとは思いますけども、うん、結構あの屋根やられると、うん、結構あの評価下がるというか廃止扱いになってるんですよ、ね、うん、ね、天達さんどうですか、はい、今日も氷の可能性があるぐらい荒れそう、はい、今日はですね実は上空も暑くなっちゃってるの で、 そうですか。今日はね関東の南部に関しては氷はないです。でゲリラ豪雨もないので、うん、今日ぜひ布団干してください。あ、今日大丈夫ですか。今日は大丈夫です。布団干し、はい、
でこれから連休にかけてがまたちょっと不安定な天気になりそうなんですよね。なので今日がねチャンスだと思いますね。なるほど。で猛烈な暑さになってるんですけれども、その猛烈な暑さの北側では一方でですね猛烈な雨となっています。で朝線状降水帯が発生したんですが、この雨雲がですねぐーっとこう南下してきてるんですよね。で秋田付近で今朝線状降水帯の発生があったんですけれども、今山形からさらに新潟まで降りてきてますので、うん、今新潟から宮城県付近で大雨になっているという状況です。で幸いにしてこの雨雲が比較的こう南へ動いてますので、同じ場所で停滞をするという可能性は今ちょっと低くなっているんですね。なので短時間の雨ではあるんですけれども、これまでの大雨の影響で土砂災害警戒情報が秋田、山形、新潟に出ている状況で、この後秋田などはですねもうほとんど雨が降らないかというと、実はこの雨雲が秋雨前線の雨雲なんですが、今日の夕方以降もう一回ぐっと上がってきます。なので連休にかけて上がったり下がったりしますので、ちょっとですね目先秋田など東北地方は夕方にかけてまた夕方からですね大雨になりますので、今のうちにちょっと安全な場所を確認するなどお願いしたいと思いますね。これ何日間ぐらい停滞しそうなんですか。はい、これが日曜日までは少なくとも停滞しそうです。はい、なのでちょっとですねこの周辺では断続的に激しい雨が降りそうですね。ではこのあたりですね、全国の天気でマークで詳しくちょっと今日の天気から見ていきたいと思います。今日はこの後秋田はですね雨マーク一つなんですが、日中は止んでいる時間もありますが、夕方以降再び大雨に警戒をお願いします。で新潟周辺、新潟からこの仙台にかけてがですね、このあたりが日中雨の中心になりますので、川の急な増水や道路の冠水にお気をつけください。で関東から西の地方はですね今日割と晴れまして、にわか雨があるのは比較的山沿いや山に近い内陸が中心になりそうです。で今日の最高気温、今日とんでもない暑さが、ね、まだ続きそうです。東京が36度、名古屋は37度という予想が出ています。でここにないんですけれども、山梨の甲府はですね38度を予想していまして、で平年のこの時期の普通のこの時期の最高気温がもう28度ぐらいになってきてるんですね、関東から西の地方は。なので平年よりも10度くらい高いという状況が続きます。で今日は特にですね日差しだけではなくて、これに湿度も加わって風もあまりないという状況が続きますから、熱中症非常に注意が必要になります。もう9月の後半だから大丈夫だろうは今日は聞きません。今日は真夏と同じような熱中症対策をしっかりとお願いしたいと思います。じゃあまたさ、はい、東北地方以外は3連休はずっと猛暑日、はい、特に明日はまだ猛暑日が続きます。明日まだ猛暑日続きそうです。で日曜日が少しずつ気温が下がってくるんですが、まだ実は平年よりも高い可能性が出てきていますね。ではですね週間予報の様子を見ていきますと、これですね土曜日、明日大阪はまだ晴れ間が広がりますが、日本海側からちょっとね雨雲南下してきますので、明日の特に午後以降は雨が強まりそうで、日曜日が西日本雨のピークとなりそうです。で東日本北日本見ていきますと、こちらは東北などに秋雨前線停滞して日曜日まで雨が強まる予想で、関東や東海も日曜日はざっと強い雨が降って、ようやく月曜日頃から気温が少し下がってくるという予想になりそうですね。はい、これでも秋雨前線台風ちょっと雨じゃあ全国的にちょっと注意した方がいいということなんですね。はい、そうです。特に日本海側、はい、で太平洋側も日曜日を中心に、雨足が強まりそうですね。はい、でそのあたり天気図を見ていきたいと思うんですが、なんで雨が強まるかというと、実は沖縄を襲った台風14号がカクッとこの後曲がって日本列島やってきそうなんですね。でこれなんでこんな U ターンしているのかというと、偏西風という強い風が実は今前線がこの辺りに停滞してますので降りてくるんですね。でその風に流される形でこの台風がこう東へターンしてくると。でこの秋雨前線をこれ見ていきますと、このように土曜日停滞します。でこれ台風からですねこの秋雨前線に向かって非常に湿った空気が入るということで、まあ、この辺りまで来るとこれ低気圧に変わるんですけれども、この前線の活動を非常に活発化させてしまうということで、土曜日から日曜日にかけて大雨に注意が必要となってきそうですね。でその辺り雨雲のレーダーで見ていきたいと思いますけれども、3連休です。雨雲を見ていきますと、特に土曜日明日のこれ朝なんですが、活発な雨雲は海の上日本海が中心になりますが、この雨雲ですね、この辺りにある雨雲が東北に流れ込んできそうなんです。動かしていきますと、明日の午前中から昼頃にかけてじわじわとこの
台風の湿った空気とこの前線がセットになって大雨を降らせそうなのがまた今日雨の降った山形から秋田にかけて、この辺りでちょっと注意が必要です。で、日曜日になりますとこの秋雨前線がぐっと、ね、南下をしてくるんですね。今度は日曜日西日本でも強い雨が降る。で、一旦雨が弱まったこの東北や北陸もう一回また日曜日は降って、日曜日昼過ぎ見ていきますとこのようにまた雨雲が新潟から山形あたりにかかりますので、こちら大雨が断続的に続く可能性があるんですね。地盤が緩む可能性があるので、自治体の出す避難指示とか川の氾濫の情報とかね、こういったものにも気をつけていただきたいです。で、関東はどちらかというとですね、ゲリラ豪雨タイプの短時間にざっと強く降る雨なんで、晴れたり雨が降ったり非常に不安定な天気になりそうですね、はい、記録的な暑さ更新し続けているんです、はい、福岡の太宰府市、これ猛暑日の最多記録61日更新中で、実はですね、9月の歴代最高気温ランキングというものを見てみると、昨日 38.3 度、これ全国1位の記録だったんですけれども更新してるんですが、オレンジ色のところが全部今月歴代最高の9月の温度なんだけども、今月更新してるっていうところがやっぱりいかにして今年は長く暑いのかっていうところなんですね。そうですね、はい、まあ、40超えるなんてのはあんま聞かなかったですけども、うん、まあ、天達さん、これちょっと今年は秋ないですかね、はい、秋がですね、もうかなり後ろに立ってきて、後ろ秋あるあのね、あ、秋はね、あります。 ある、はい、ちょっとそのあたり見ていきたいと思うんですけど、はい、秋がまずどこまで来てるかっていう、秋はですね、今空気がちょうど北海道まではもう先週ぐらいから流れ込んできてるんですよ。だからこれがこう九州あたりまで来るかどうかっていうところなんですけど、うん、この境目に秋雨前線があるんですね。で、この3連休にかけてちょっと動かしてみますと、この秋がね、もう3連休はやってくるよっていう予想してました。で、今日から、今日まで夏ですね。で、土曜日ぐらい秋来るかなと思ったら、この辺りで停滞しちゃうんですね。お、はい、東北の北部ぐらいまでなんとか秋の空気はやってくる、はい、ただ南は強いんですよ。で、その後見ていきますと、まあ、日曜日はさすがにやってくるだろうという予想だったんですけれども、まだこの暑い空気は粘ってしまいまして、強いです、ね、逆に北上しちゃってるんですよね。日曜日はだからね、まだちょっと最新の予報で夏です。で、その後見ていきましょう。月曜日で、これね、ちょっと頑張れっていうね感じなんですけれども、ようやくこの秋の空気がね流れ込んでくるのは月曜日になりそうです。月曜日になりますと少しこう ね気温が下がってくるんですが、ただですね、太宰府とか九州はまだ夏の空気なんですよね、うん、だこの九州に関してはなかなか夏がまだ残ってしまうんですかなっていう感じです、 ですね、はい、ということで秋の始まりはじゃあいつなのかということを天達さんで見ていくと、はい、まあ、一応明日からの3連休でスタートはするんじゃないかということ、ただ、うん、はい、秋の本番はというと、これ10月の後半になってしまうと、晩秋、はあ、だよ ね、 本当ですね、10月後半晩秋だよね、晩秋、もう晩秋に差し掛かってくる頃ですよね、普通だったらここから始まる、はいはい、まあ、本番か、うん、そうです、ようやくあのこの辺りで、まあ、夏日も解消してくるというね、20度台前半になってくるかなと思います。日中はまだまだ暑さ続きます。ただね、朝晩って少しずつ気温は下がってきてますんで、確かにあの、うん、エアコン空調なども、はい、あると思いますから、体調管理というのは引き続き皆さん気をつけていただきたいと思います。はい。